アとリターンファイトを展開するゴジラ、メガロともども追い払い、なんとか火災も消し止めることができた。だが依然人工太陽はゴジラアイランドの上空にとどまっていた。人工太陽の弱点がわかったで。本当？ほんまや、これ見てんか。人工太陽の中心部に台風の目と同じエネルギーの無風地点ゼロポイントがあるんや。ここを高出力の対空レーザー砲で地上から撃ち抜けば人工太陽は消滅する。やったな、ルーカス。わしにわからんことなんかありまへんがな。だけどそんな高出力のレーザー砲なんてあるの？いや、ある。科学技術班が極秘に開発したレーザー砲が一機。ただし。ただし？まだ試作段階のもので膨大な電力を必要とする。Gガード基地に全てのエネルギーを注ぎ込まなければならないんだ。つまりその間 Gガードの機能は停止するわけでな。じゃあエネルギー充填中に敵の怪獣が攻めてきたらどうするの？結局使えないじゃない。だがこのままでは怪獣も私たちも死を待つばかりだ。あれは対空レーザー。どうやら人工太陽の弱点に気づいたようね。デストロイヤーとメガロの調子はどう？エネルギー抑制剤解毒完了。いつでも出撃できます。デストロイヤー、メガロ出撃。